番始まりました。どうぞ。皆さんこんにちは。ゆかです。今日は一日よろしくお願いします。トップバッターはゆかが務めます。喋ってて、ね、元気ですか？元気です。ありがとうございます。アンケートの、アンケートコミュニティアートコンサートの情報を伝えて、今日は皆さんにこういう形でお会いすることをとても嬉しく思っています。よろしくお願いします。はい。萩野さんは、なんでそんなに日本語が上手なんですか？僕は、1歳で16歳の日本に住んでるんですが、そのせいだと思います。まず高木さんのね、ここから現地の方に行くと、今日は高木さん、なかなかいい男です。アニマさんね、牛をたくさん飼ってます。はい、何と何アルベニーカウスで、そうですね、最初の時は9頭だったんです。4年前、今、先週から出たら31やりました。増えてるんですよ。増えてるんですよ。じゃあ、美佐子さん、なんでふわふわを描くんですか？好きだから。自宅のベランダですよね。はい、もう育てるほどに愛している。ということですね。で、水野さんはこれをふわふわと呼んでいるんです。虹色カレーはね、美佐子、美智香、タカピーが前。
失語症チャンネル、今日は柳沢さんのお休みというかね、体調不良でキャンセルになってしまったので、チャンネルインクルージョンの拡大版という、松根さん、実はね、アーティストネームが松根くんなんだよね。そうなんです。なので正確には松根くんさんなんですね。一方ね、タカピーさん、今日ね、アチェとのトークでいろんなお話が出たんですけど、もうちょっと話したかったなっていうことがあったら、ちょっと話してみてください。タカピーさん。例えばね、リアルだと仙台まで足を運ばなきゃいけませんけど、今日はインドネシアからも参加できましたから、日本全国、どこからでもね参加して、いろんな企画を一緒に考えていくとか、それこそね、ここと何ですか、インドネシアとかね、あるいは別の場所で料理対決とかもいいかもしれませんね。まあ試食をし合えないっていうところはちょっと辛いですけど。ね、ということで皆さん、今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。